サンライズ来ました。以前もね、行ったことはあるんですけど、布原駅ってのがあるんですよね。で、まあそこに寝台列車サンライズってのがね、なんか止まるらしいんですよね。まあなんか人の乗り降りとかじゃなくて、信号待ちというか、あの単線なんですよね。単線なんで列車待ちで、その布原駅ってとこで待たないといけないんですよ。で、まあ、なかなかね、そういうのって見る機会ないですよね。サンライズ止まってとか、まあ、主要な駅とか、まあ、岡山駅とか、まあ、なんかそういう大きい駅ぐらいしか止まらないんですけど、ど田舎の秘境の駅で止まるってことで、ちょっとね、待ち伏せというかね、見に行こうかなと今日は思っております。はい、というわけで今回も始まります。新見市の中心部から少し離れた山の中に今回の駅があります。中心部から15分ぐらいかな、そんな位置にあります。しっかりグーグルマップ見て行ってみましょう。新見駅の次の駅です。もちろん無人駅なんですよね。いやー、楽しみですね。まあ以前もね、行ったことあるんですけど、それがまあ昼間だったので、今回は夜、プラスアルファサンライズが止まるということで楽しみですね。めちゃめちゃ真っ暗です。明かりついてるのない、あの一軒だけです。こんな山奥にね、あのサンライズが止まるということで、東京まで行きますからね。ちょっとね、霧が立ち込めてるんですけど、もともとはね、信号所だったんですけど、国鉄からね、JR に変わって、正式にね、駅になったということです。まあ、駅になる前は仮停車場みたいな、人がいたら止まるぞみたいな駅だったそうです。こっち側にね、なんか列車が来るみたいです。はい、来たわけですけどね、本当に止まるのかね、不安になってきました。一本線なんで、ここで電車待ちですね。特急やくもが、来ました。
ホームからねずれてこういう感じで、出雲市行きです。あ、サンライズ来ました。サンライズ来ました。すごい豪華な感じでこの秘境の駅を今入っていこうとしてます。この1時間ぐらいでね岡山駅に到着するということなんですけど、すごいですね。東京行きです。サンライズ、まあ動くホテルですからすごいです。ヤクモが出発すると。出発すると、もうほんと数分ですね。1分も経ってないよ。なんか一瞬の間だけでしたけど、なんだろうな、東京行き、これから行くんだぞっていう雰囲気をちょっと味わいましたね。乗ることはまあできないんですけど、あの車両がこれから東京に行くと。なんかいいですね、でも。で、去った後のこの感じ。まあなんか花火が終わったようなね。なんか余韻に浸るというか、一瞬の間でしたけど、すごい見応えのある感じです。時間がね、今18分なんで、21時18分なんで、だから、21時15分とか6分ぐらいの時間にここに来るということで。で、またなんか、時間、っていうか、まあなんか、円通とかで遅れて、ね、ここに止まらない場合もあるそうなんで、その辺ちょっと注意してもらいたいなと思います。なんかね、ここに来るまでがちょっと大変でしたけど、大変というか山道をね、登っていくような感じでしたけど、まあなんかこういうのもね、いいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ありがとうございました。ちょっとね、これから、帰ろうかなと。思うんですけど、また皆さんぜひ行ってみてください。本当に素晴らしい場所かなというか、なんか一瞬だけでした。やっぱ動くホテルいいなと思いました。ちょっと長くなりましたけど、ありがとうございました。それではまた。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。
裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。